こんにちは。睡眠専門医の厚みです。今日の動画は、ムズムず足症候群のお話、ボリューム23。突然のムズムず足症候群になったらというお話をしてみたいと思います。通常、ムズムず足症候群というのは、いつ頃からか、なんとなく症状が起こってくることが多い病気です。ところが、中には、ある日、突然、夜に足が気持ち悪くなって、 動かしたくて仕方がなくなってじっとしていられなくなるというような方もおられます。もちろん突然これといった原因なくムズム足症候群になるという可能性もあるんですが見逃してはいけないパターンが3つありますので今日はそのお話をしてみたいと思います。まずは薬。薬によって起こるムズムズ足というのが結構あるんです。原因として多いのは統合失調症やうつ病の治療薬ですが意外なところで 吐き気止め、アレルギーの薬などもムズムズ足を引き起こすことがあるので注意が必要です。え心当たりがあるときにはぜひ主治医の先生にご相談なさってみてくださいね。え次が腰を痛めたとき腰を痛めることで腰から出ている神経が傷ついてムズムザ足症候群に似た異常な感覚を起こすという場合とムズムザ足そのものを引き起こしているという場合があります。えどちらにしても 痛めた腰そのものを治療する必要があります。整形外科の守備範囲ですねで。最後に血が出ているという場合があります。もちろん体の表面から出血していれば一目でわかります。わかりにくいのは見えない場所から出血している場合です。10年近く前ですが、先週から急にムズムザ症候群になったという患者さんが来られたことがあります。妙に顔色が悪くて嫌な予感がしたので、 うんちが真っ黒っていうことはないですかとお聞きしたら、ぎょっとしたお顔で、なんでわかるんですかとおっしゃいます。胃などの口に近い消化管から出血すると、便が黒くなることがあります。出血して貧血になると、この貧血がムズムザ症候群を引き起こすことがあるんです。結局この方は胃潰瘍からの出血が見つかりました。入院して輸血を受けて、 胃カメラで胃潰瘍を治療することで、ムズムズし症候群も治りましたが、胃からの出血に気がつかなかったら、命に関わっていたかもしれませんよね。ムズムズし症候群は、通常、辛いですが、命を脅かすことはありませんが、消化管から出血した場合は例外です。急に出血した時には、この方のように、 急にムズムズ足症候群になる場合があることもあるので、まあ、ぜひ注意していただきたいと思います。え今日は急にムズムズ足症候群になってしまう、そういった場合に注意していただきたいことをお伝えしました。薬、腰、出血の3つが要注意というお話でした。え最後までご視聴いただきありがとうございました。この経験があるんでね、絶対に血液検査するんですよ、僕は。 ではでは、じゃあね。